さあ、先ほどはですね、直接話法から間接話法に言い換える、まあ、この作業をですね、まあ一口で説明していきましたが、少し因数分解してみましょうか。まずは時制に注意しなさいよというわけですね。 A. He said it's rainy. これは間接話法では He said it was rainy となります。なんでかっていうと、 He said 間接話法では said の後ろに直接従属節が来るわけですから、もちろんこれは時制の一致が働くというわけですね。 He said it was となるわけです。 B の文いきましょう。 He said it will be rainy. これが間接話法であると He said it would be rainy というわけですね。時制の一致です。 will の過去形 would が使われているというわけですね。さあ C の文いきましょうか。 He said it was rainy. これは間接話法でいくと He said it had been rainy というわけですね。過去完了形というのは過去の前に起こっているというわけですね。said の前に行われているので it had been rainy とその出来事の順序をですね、しっかりとクリアに表現しようとすると he said it had been rainy、 まあそうした形になっていくというわけですね。時制の位置に注意してください。ただそれだけですよ。